一言すんませんって言えば良いだけなのに前置きがめんどくせえよ。めちゃくちゃ言われてますね。怒られましたね。結局じゃあ手取り14万と月給14万ってどれぐらい違うんやろうっていうところで、これ一番惹かれてるのは、うん、みんなごめん。これお詫びの動画になります。前回上げさせてもらったこの動画、これホリエモンの14万円発言についての動画なんやけど、月給14万円ってなってるのはこれ実は元ネタが手取り14万円でした。で、月給14万円と手取り14万円やったら全然意味が違うんやけれど、なんかコメント回答の時とかも元ネタ見て手取り14万円ってなったのチラッと見えたんやけど、うわこれよく考えたら月給って連呼してるし、いやいやまあなんかあんま突っ込まずにその辺でごまかしたろうかなと思ったら、むちゃくちゃ手厳しいね、ちょっとコメント入れてもらって、これなんやけど、手取り14万円か月給14万円かの意見の食い違いに気づいたならその時点で精査するわけで、結局どちらだったのかは明確となるような、一言すんませんって言えば良いだけなのに前置きがめんどくせえよ、謝罪がないのはどうでもよくてその意味不明な自衛によってもたつかせたことにイライラしたっていう、めちゃくちゃ言われてますね。怒られましたね。的確すぎるコメントで、いや俺これ確かにちゃんと訂正したらよかったのにね、ね、もう月給って連呼してるから、なんかいやちょっとまあええかなと思ったけど、突き通そうとした感、そうあかんな、うん、ということで今日はしっかりお詫びの動画と訂正の動画ということで、月給14万円と手取り14万円って実はその全然意味が違って、でそこの実際に入ってくるお金も違えば、いろんなところが異なってくるので、じゃあ月給14万円と手取り14万円って、どれぐらい違うんだろうっていうところを調べてみて、パネルも作ってみたんで、お詫び兼ねてその実際手取りと、月給どれぐらい異なるのかっていうところのね、正しい情報をちょっとみんなに共有したいと思います。ということでこの動画見てみてください。結局じゃあ手取り14万と月給14万ってどれぐらい違うんやろうっていうところでちょっと調べてみたので、はい、それちょっと今日は共有したいなと思います。そうです、うん、いいですね。でこれはホリエモンのさ、手取り14万円、日本終わってるみたいに対して、終わってんのお前だよみたいなさ、一連のやり取りってさ、元ネタはなんかガールズチャンネルっていうところに書かれてた女性の書き込みっぽいんやけども、これ読むと、アラフォーの会社員ですと、主は手取り14万円ですと、もうまさに手取り14万円です、都内のメーカー勤続12年で役職もついていますがこの給料ですと、何も贅沢できない生活、日本終わってますよねって、これが原文っぽいんやけれども、手取り14万、月給14万、月給ってまあ会社家のお給料の金額で、でいろいろと引かれて、で実際チャリンってね銀行に入ってくるのが手取りなんやけれども、これどれぐらい違うかっていうと、この人は手取り14万って言ってることはもうちょっと月給は高いんやけども手取りが14万なんだよね、なんかいろいろ保険とか引かれるって感じですかね。そう、で俺がその前回の動画で語ったのは、手取り14万って言わないといけないのを間違って月給14万って言っちゃったから、ここすごい差があるんやけども、月給14万やったらいろいろと引かれてどれぐらいになるかっていうと、11.4 万円なのね。11万、だいぶ違うよね。だいぶ違いますね。そうね。で、この人は手取り14万円って言ってるわけやから、手取り14万円なんやけど、じゃあお給料いくらかって言ったら月給14万なわけじゃなくて、お給料はもうちょっと高くて、これどれぐらいになるかっていうと、17.5 万円、これ前な、40歳未満の扶養親族なしの場合ということをちょっと限定してやってるんやけれども、まあ大体ザクッとこんな感じの構成になってます、でここの下の表に書いてるこの通りなんやけど、まあ額面月給が14万円やったらもろ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 って引かれて最終的には、11万4千になるっていうのと、17万5千やったらいろいろと引かれて14万になるっていう、そんな感じかな。でここいろいろと引かれるものちょっとクイズにしてるんやけども、どれからいこう、一番多いのからか一番少ないのからか、どっちからいく。いや多いのから、もういきなりドーンっていく、 いきなり、まずは多いの知りたいですね。多いのはこれやね、何が一番引かれてるか、保険料ですか。何保険、健康保険か雇用保険か。健康保険ですね。健康保険ね、
これ一番引かれてるのは、うん、厚生年金。年金なんですか。年金やね。厚生年金って言ったら国民年金にプラスアルファして払う年金なんやけども、うん、厚生年金が結構1万いくらとか。年金でめっちゃ引かれるんですね。うん、年金もらえるかどうか分からんけども引かれるっていう。本当にそうなんですよね。うん、なぜならこれで今の人は年金もらってるから。今の世代は、今の年金世代はこれが原資やから。ああ、うん、そっか。まあまあ支えるっていうことですよね。そうそう、おじいちゃん、そうそうそう、おじいちゃんおばあちゃんを支えるってこと間違いない。支える年金ってことですもんね。うんうん、そっか。まあ直ちにここから支払われてるわけじゃなくてね、まあ年金ってプールされてさ、いろんな投資ね、分散されてさ、まあそういう運用されてるから、まあただ原資は皆さんの。でかいやでも。でかいよね。うん、次に大きいのがさっき言った健康保険。あ、健康保険。うん、あ、まあまあ8000、7、8000。でも毎月こんだけ払うと思ったら全然病気しない人も多いわけやしさ。いや、そうですね、うん、あ、そっか、毎月ですもんね。うん、まあ結構な金額よね。まあただこれも全員が一応健康保険払うことで日本の医療制度っていうのが、まあそれを原資に成り立ってるから、まあ誰が多い誰が少ないかのね、その配分のところに関してはやっぱり問題っていうか、いろんな意見あるやろうけれども、うん、まあできるだけ取られない方がいいけども、ただ自分が病気した時はやっぱり保護を受けたいってね。まあいろんな立場あるから、うん、はい、次はどれやろう、一番下ですか。一番下ね。一番下はだからさっき健康保険の中でも、うん、あったの雇用保険ですかね。雇用保険、はい、雇用保険はここやね。一番低い。低い。雇用保険っていうのは、うん、仮にだこれ会社員の時は雇用保険を納めてたら、失業した時に失業手当てもらえたりとか、なんかそういうところの原資に充てられる保険。まあこれは安いよね。安いです。500円だったらワンコイン、うん、ワンコインぐらい。こうやってありやね。全然ありですね、うん、これで失業とかさ、転職するときにね。いやいや、もう全然いいですね。なんかね、いけるって。毎月それだと全然問題ないです、うんうんうん、ちなみにここの2つは税金がきます。住民税、うん、住民税と自分のお給料にかかる税金。あ、所得税。所得税。あ、所得税だ。どっちがどっちかって言ったら、実は所得税すごい累進課税やから、うん、お給料がこれぐらいだと所得税の方が安いねんな。ああ、安くなるんすね、うん、へえ。で、住民税がこっちかな、うん、ちなみに所得税の場合はこれ全部源泉所得税がこんだけかかるんやけれども、要は給料からも天引きするね。あ、天引き。住民税に関しては納付方法が選べるみたいになってるのかな、はい、みたいな感じで、うん、主にこの5つが引かれることになって、うん、どれが一番納得いかへん。俺年金やな。年金っすね。年金ね、やっぱりめちゃ高いし、自分らに本当に戻ってくんのっていう感じはめちゃくちゃしますよね、うん、3分の2とかね、うん、なんかそれぐらいになって戻ってきそうよね。いや、3分の2どころじゃない。2どころじゃない、うん、と思いますね、うん、もっと今の、特に今の若い世代だったら、うん、もっと払われなくなるし、うんうん、あと年代ももっと先になりそうじゃないですか、うん、70、75とか、うん、になりそうなの。この辺の世代間格差の話題、 YouTube でやったら結構盛り上がるかもしらんね。あ、うん、だって YouTube 見てる層って基本的に若いやんか、うん、でも年金もらう層って言ったらさ、今の70歳とかさ、あ、そうですね、もちろんその人が支えて作ってきた、うん、でね、こんだけ大きくしてきた日本やから、うん、で彼ら自身も年金を納めてるし、年金もらう権利はあるんやろうけれども、うん、ただ今のこのまま世代がシフトずっとずれていったらさ、うん、若い子死ねるよ。いや、もう本当やばいと思いますよ、うんうん、絶対、うん、で今のりちゃんとかも年金よかしい払いたくないって言ってるけど、多分この年金問題が一番行き詰まるっていうか、一番問題になる時って、うん、まさにのりちゃんが年金もらう頃になってから、ね、いや本当に本当に、まあ、ガチで直撃っすかそれ。いや、あれやで、要はその頃に若いもんからお前が年金もらうのおかしいって言われてるような感じ。うわ、うん、払っといた方がいいのかな、じゃあ、うん、今は払いたくないやけどさ、うん、で年取ってからはさ、いやいや、そんな俺らが日本作ってきたからもらうの当然やみたいな感じになっててさ、やっぱポジショントークあるから人間めっちゃポジショントーク、ポジショントーク、ポジショントーク。いや、世代とか生きてる場所とかそれによってもの世の中の見え方なんて全然違うし、意見も全然違うから、確かに、まあ今はね、もちろん払いたくないけどね、
後々のことを考えるってことですか。まあ結局はその国家が破綻せずにさ、年金制度も破綻せずにさ、なんか上手に回ってさ、でできるだけ困らない老人が困らずに、でも若い人も困らないみたいなのが一番ね、いいんや。どこで線引くかっていう問題やから。そうですね、うん、ということで、なんか月給14万円と手取り14万円の違いっていうことで、話してみました。結構でも違いますね、やっぱりその差がね、違いますね、うん、これだからやっぱり一緒くたにして話したらいけないよね。うん、まあ、それは怒られますよね、うん、そうそう。ということで前回の動画は手取り14万円でしたということで、うん、だからこの人、これ書いた人はまあ17万5000のお給料はもらってるんかな、うん、でいろいろ引かれて14万円になったっていう、うん、ぜひ前回のあの動画と合わせて、あ、そうですね、見ていただければと思います、うん、コメントもまた寄せてほしいですね。そうやね、うん、これについてとか、あとこの制度の ね、なんか疑問とかさ、怒ってるとことかあったら、ね、そういう話も聞きたいかなと思うので、うそうですね、はい、引き続き、うん、IT 社長弁護士のたけしと、うん、社会の仕組みを楽しく語ろうというテーマでやっていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということでね、じゃあ。自宅不倫に遭遇した男の作法。半日って何だ？俺ら韓国は日本のこと嫌いやみたいな。小学生みたいな。裁判官の異常な性欲、結構ね、性欲半端ないなって実は思ってて。